はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。R です。トゥームレーダー水曜 ついにやって、ついに間違えたね。無計画にアークザート2やるのパートの、17か8ぐらいですかね。よろしくお願いします。前回はエルク編を、なんとかね、強引にクリアして、これからこのポコとククルじゃなくてポコとエルクで助けに行こうと、みんなを助けに行こうっていう話ですね。何するんだっけ。あ、シルバーノアが止まってますと。はい、行きます。お行きなさい。行きましょう。コメントを、はい、いただきました。アクサラット2でね、はい、ありがとうございます。ぜひ自由にプレイしてください。ね、はい、もう本当このゲームの醍醐味はストーリーもさることながら、ギルドの仕事の多さとかは、ね、隠し要素がありますからね。本当にありがとうございます。身をしびれしました。これから村を立て直していきます。はい、そうしてください。お、なんかよ、なんかよってことないよね。どんだけエルクとポコでさ、死闘を繰り広げたと思ってるんですか。この人たちは本当にダメた口聞き合わる。この村はどうなっちゃうのかな。なんだか嫌な予感がするよ。お前らが何とかしてくれよ、本当にさ。これ以上何にもしらんやれねえからな、こっちも。さあ、お乗りください。準備はできています。おい。お、館長のわしを置いていく気か。ああ、ごめんごめん。すっかり忘れてたよ。なんじゃと？さあ、早く出発しよう。まったく、わしは館長なんだぞ。喋れてねえな、相変わらず。ということで、エルク一行は、このままね、ロマリアに向けて出発するっていう形だったかな。飛燕で一人ロマリア戦艦から脱出した州は、ロマリア城壁都市の周りにあるクズ鉄の町に潜入していた。ああ、これ城壁でいいのかな。違うよな、これ。なんて読むんだろう。ごめんね、ちょっとわからなかった。これがロマリアのクズ鉄の町か。思った以上に広いな。シャンテのことも気になるが、まずはロマリアに潜入する方法を考えなければ。さあ、やってください。レジスタンスの噂は聞いた？何でもこの町に彼のアジトがあるらしいよ。ロマリアはとても栄えてる国っちゃ国なんですけど、実際見てもらうのが早いかな。マップをね、こう見るとですね、よいしょ、どけどけ、クズ鉄の町表示どけ。ご覧ください。この上の方に、まあオレンジ色のものがあるんですけど、あそこが実際のそのロマリアなんですね。で、その中央を、なんつうんだろう、こうやってお城のようにね、堀で固めちゃって、このあぶれてる、ここはもうなんつうんだろう、もう本当にクズ鉄の町、クズ人間が集まるような場所でね、勝ち組負け組がね、如実に現れるいい街ですね。で、相当こう寒いみたいですね。外は寒くて仕方ないからずっとここにいたいよ。ロマリアに行きたいだと？何を夢みたいなこと言ってるんじゃ。そんなことが本当にできるわけないだろ。ということで、何がどうなっているのか、あるにもよくわかりません。ロマリアっていう国なんですよね。ここももちろんロマリア空港なんですから。それなのに、まあ一応ね、ギルドハンターもあるんだけど、こんな街にもギルドあるんだぜ。まあ、ほとんどがゴミ拾いみたいな仕事ばっかだけどな。まあ、仕事があるだけいいのかもしんないけどね。なんでロマリアとこのクズ鉄の街って分かれてんだろう。何買うんだい。ああ、あんまりもう変わらないのか、この辺のは。んー、じゃあいいや。さっさと酒場で情報を集めましょう。このゲームがさ、
それこそ PS2 とか PS3 とかで出たら相当広いマップになるんだろうなって、いろいろなんか妄想してるともう飲めねえ、ワクワクしてきちゃう。いらっしゃい、お客さん、ここ初めてだな。ああ、ま、ゆっくりしていきな。マスター、ん、ロマリアのことを教えてくれないか。ロマリアね、どうかしたか。あんたロマリアの何を知りたいかわからんが、この町でそんなことを聞いて回るのはやめときな。あいつらに目をつけられたらこの町で生きていけないぜ。ありがたいがいらん心配だな。この町に誰か話の分かるやつはいないのか。どうしてもって言うなら、言うなら、この町の宿屋にモーリスって名前の物知りな男がいる。そいつに聞いてみれば何か教えてくれるかもよ。わかった、モーリスだな。まああんまり派手にやらんことだな。ということで、宿屋にね、モーリス的な人がいるというんで、まあ尋ねに行ってみましょう。なんだよ、やめてくれよ。貴様もレジスタンスの一員か。さっさと当日の場所を吐け。黙ってないで何か言ってるわ、このゴミ野郎。やめろ。なんだ貴様、貴様もレジスタンスの一員か。俺はレジスタンスなんてものではない。ただ抵抗できないものを痛めつける卑怯な奴を見逃せないだけだ。貴様、我々に立てつく気か。我々が何者か知らんのか。お前らが誰だろうと関係ない。卑怯なことはやめて、そいつを話してやれ。くっそ、ふざけた奴め、貴様もレジスタンスとして連れて行くぞ。やめろ。貴様なかなかやるな。では貴様から始末してやるわ。めちゃくちゃですね。シューも結構なんか正義感は強いんだよね。あんまなんか人のこと気にしないような人なのかなっていう感じはするけど。さて、装備すると敏捷度上昇するぐらいのレンジャースーツはそんなにいらないかな。結構敏捷度もね大事だったりするけど、まあ、魔法のリンゴがあればこちらはそんなに。あ、敏捷度上昇っつっても1しか上がんねえのか。じゃあローブを、あ、マジクローブ着せてあげようか。せっかくだから着回していこうぜ。よっ、何からいこうか。特に何もないな。スピードアップかけとこうか。まだまだだ。よし、ということで、まあ周辺なんですけど、本当にぼっちになってしまいました。シューがかわいそうに。ほれ、まあここもその昔あるシュー全然育ててなかったから、もうこの時点でね、もうボコ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 殺されたもんですよ。死んで償い。なのに今のシューどうしたん。このシューの強さ、ちょっと化け物じみてるからな。やっぱね、チャージゲーだとは思うんですけど、それ以上に魔法のリンゴゲーだということがね、証明された感がありますね、R の中で。しまった、うまくいかないな。あ、まあでもこれでやれるでしょう。ほれ、あ、うまくいかない。いいですね。これ熟練度っていうのは実際問題だ。おう、あ、しまった。ダメ、ダメじゃないですか。よっ。死んで償い。どういう感じなのか、当たりやすさとかが反映してくるのかな。ラドの実。ラドの実はなんだろう。はい、すいません、ちょっとカット入れましたと。ラドの実は移動力か。そしたらどうしよっかな。シュウの、HP が多少きついかもしれないんで、あ、すごい薬草、すごい薬草か、使っちゃおうか。すごい薬草、頼れるのは自分だけということか。うん、まあ40十分でしょう。じゃあこいつをなんとかやれればいいかな。
与えるダメージがね、なんかマシンガンで結構差がある気がするんだよね。あのなんていうの、ムラがある気がする。おい大丈夫か、行ってて助かったよ。早く行け、別の兵士が来るぞ。そうするよ、行って。まあ、なんとかいいかな。これ以上 強くなんないかな、マシンガンも。じゃあここですね、宿屋。ここも結構曲いいんだよね。いらっしゃい。宿泊は100ゴールドゴッズになります。お休みになりますか。いや違うんだ、すまんが、ちょっと話を聞かせてくれないか。あらやだ、お客さんじゃないの。まあいいわ。で、何が聞きたいの。この宿屋にモーリスという男が泊まっていると聞いたんだが。モーリス、あんたあのろくでなしに会いに来たのかい。あいつならずっと前から奥の部屋に泊まってるよ。部屋に閉じこもって本を読んでばかりだから行ってみてごらん。すまない、もし面倒ことになるならよそでやっておくれよね。ああ。ん？さっきはどうも、俺ダニーって言うんだ。なあ、あんたレジスタンスの人だろ。俺レジスタンスに入りたいんだ。俺に言われても知らん。なあ入れてくれよ。こう見えても俺結構役に立つんだぜ。だからさ、仲間にしてくれよ。そんなに騒ぐとまた捕まるぞ。すいません、俺はレジスタンスとは全く関係ない。お前もそんなことを考えずにさっさと帰った方がいい。そんなこと言わずにさ、頼むよな。おとなしく帰れ。ちっ、待ったよ。レジスタンスっていうのは、ん、モーリス入るぞ。当初ね、レジスタンスってアークタルト2に出てきた勝手な組織名かと思ったら、そうじゃないんだね。あんたがモーリスか。誰です、あなたは。俺はシュー、ハンターをしている。そのハンターさんが私に何か。あんたにロマリアに入国する方法を教えてほしい。ロマリア、何を考えか知りませんが、そんな方法などありませんよ。ロマリアは国の周りに城壁を作り、他の国からの侵攻を防いでいます。城壁を通ることができるのはせいぜいロマリア軍の巨大列車ぐらいでしょう。空から行くことはできないのか。波の飛行船ならたどり着く前に撃ち落とされますよ。ロマリアに入国するなんて絶対に不可能です。ならレジスタンスはどこにいる。この私が知っているとでも思っているのですか。あなた何か勘違いなさっているようですね。それに私が知っているとしても教えるわけがないじゃないですか。あんな連中にかかってたらここでは生きていけませんよ。この町の人間は全てロマリアの言いなりか。何ですって。よそ者のあなたに何が分かるというんです。ロマリアの連中のために私たちがどれほど。だったら教えてくれ。俺は奴をガルアノを絶対に逃すわけにはいかないんだ。ガルアノですって。何か知っているのか。いいえ別に。この町の酒場で赤い髪の男はいつも飲んでいるはずです。その男と話してみてください。きっと何か教えてくれるはずです。わかった。赤い髪の男、まあ、聞き覚え見覚えある方ない方多いかもしれませんが、一体誰がいるんでしょうかね、酒場に。ご報告いたします。入れ。パトロール部隊から怪しい人物が町に侵入したとの報告が届いております。レジスタンスの連中か。それが定かではありませんので、現在調査をさせておりまして、正体が判明次第ご報告いたします。ただその者が兵士に暴行を働いた上逃走したらしく、何らかの関係はあるものかと。ガルワの乗ってきた賞金稼ぎでもか。レジスタンスの内情を探るにはとりあえずいい材料になるか。見つけ出して監視をつけておけ、悟られるようにな。はっ。わざわざ殺されにやってくるのだから、つくづく愚かな連中だな。いきなり出てきてなんですけどね、サルバドさんはロマリアの将軍ですかね、一応。全然あのポッと出たけどね。最近この街を変な奴らがうろうろしてる。ガキやら大人やらいろいろな奴らかな。大人って言えなかったし。全くもってこの街はよ、レジスタンスのおかげで安心して生活できねえよ。ねえ、レジスタンス、おっとダニーがいろいろついて回ってる。怪しいですね。よう、モーリスには会えたかい。さあ、赤髪の男はどこかな。ついこの間の話なんだが、街のど真ん中で
ロマリア兵に連れて行かれそうになったガキを助けた男がいたんだけど、この前の話とかさっきじゃないか。ちょっといいか。なんだお前か。モーリスからあんたに会いて言われたんだが、聞いてるよ。レジスタンスのことだろ。この町のあちこちでよく見かけると思ったが、最近いろいろと駆け回っているそうじゃねえか。で、その目的がレジスタンスにあるためだったってわけか。モーリスはあんたに頼めば会えるようなことを言っていた。あんたには迷惑かもしれないが、頼む。残念だが諦めな。なぜだ。お前もちょっとは考えねえか。お前みたいなうさんくさいやつにレジスタンスが合うわけねえだろ。それは奴らだって危ない話は聞き直すに決まってるじゃねえか。ましてやロマリアに忍び込む、バカな話はやめることだな。バカな話じゃない、俺は本気で言っているんだ。だからバカな話なんだよ。まあそういうことだ。分かったらお前もおとなしくとっとと家に帰りな。とっととって言えない。もう一度頼む、トシュ。お前その名前はどこで。そうか、ハンターだって言ってたな。何が狙いだ、俺たちの首が。いや、俺はあんたたちを狙っているわけじゃない。俺はガルアーノというやつを追ってここまで来たんだ。ガルアーノ、やつは死んだはずじゃねえのか。白い家という研究所から逃げ延びているはずなんだ。やつを追ってここまで来たからには何としても仕留めたい。ついてきな、トッシュ。俺の名前を知ってるやつにこれ以上うろつかれたくないからな。昔のトッシュとは思えない、なんか切れ味のある言葉を放ちますよね。納金ではないということが。さてと、レジスタンスのアジトって感じではないな。当たり前だ。どんな事情があるのか知らねえが、そう簡単にお前を信用するわけにはいかねえんでな。お前がロマリアの手のものじゃないとも言い切れねえだろ。そう思われても仕方がないからな。で、ここで俺の口を封じるつもりか。いや、そのつもりはねえ。むやみに人を傷つけるのは俺の性に合わないんでな。ただこのまま黙ってこの町を出て行ってもらいたい。嫌だと言ったら、その時は仕方ねえ。力ずくで追い出すまでさ。噂に聞く通りに血の気が多いんだな。どうする、このままおとなしく従えば痛い目に遭わなくて済むぜ。それはどうかな。俺も引き下がるわけにはいかないんでね。あんたには近づくでも俺の頼みに応えてもらおう。モリア、モリア。といきなりの戦闘、なんてこったいですね。俺回復してなかったんだけど、これ盗むしたらなんかもらえんのかな。ダメでした。このゲームのオーカライバックさんは弱いから、ああまあそんなに大変ではないですね。すごい薬草。命取りになるのかな。トッシュはね、やっぱ強いんだよね。一応手加減してくれてるんだろうけど、技使われるかな、こっちも。よし、この辺でいいや。ほら、甘いか。くっそ、盛り上、盛り上。早い。ちょっと強いんだけど、トッシュ。次は薬草的なものは何もないな。じゃあ回復果物。頼れるのは自分だけということか。どうも見た感じ自分よりもレベルが10高いのかな。そんな感じだね。シュウが強ければ強いほどトッシュも強くなるってことか。こういう時は次元爆弾自爆してもらいましょう。盛り上、盛り上、盛り上。回避率が高いならそれなりにこっちにも考えがありますね。よいしょ、逃げ回って相手になろう。爆発するのを待ちましょう。いい感じですね。25、抜かりはない。確実に殺す。トッシュが使えるのはね、大体真空山ぐらいかな。あんま強くないからね。
魔法が。負けはせん。じゃあナトッシュ。ぐっ。ふう、なかなかやるじゃねえか。いや、運が良かっただけだ。次も勝てるとは限らん。あんたらってそう思っているんだろ。ちげえねえや。あ、トッシュ、あ、俺が勝ったら頼みを聞いてくれるんだろ。まあな。なあシュウ、なんでお前はロマリアにこだわるんだ。ガラーノとお前の間に一体何があった。奴らにやられた仲間の敵を取りたい、それだけさ。ガルワーノはロマリアの四将軍の一人だ。簡単に倒せる相手じゃねえぞ。だからといって逃げるわけにはいかん。頑固な奴だな。だが俺は気に入ったぜ。トッシュ、俺の仲間に合わせてやる。さあ行くぞ。どうした、隠れていないで出てきたらどうだ。へへ、見つかっちまったか。今の戦い俺はバッチリ見ちゃったぜ。やっぱりメジーさんさすげえや。俺はあの時帰れと言ったはずだぞ。そうだけど、どうしてもレジスタンスになりたいんだ。言い訳にしろ。何をするだ。消えろ。二度と俺の後をつけるな。いいのか。いいさ、俺にはこいつは必要ない。さあ連れて行ってくれ。ああ、へっ、絶対諦めるもんか。ダニーのさ、あのガッツはすごいね。こっちだ、ついてきな。俺だったら絶対死んでるわ。ん、あ、俺が動くの。おお、いらっしゃい。飲んだら眠くなってきたよ。寝ればいいじゃん。あんまり体には良くないんだろうけど。ここアジトに連れて行く約束じゃなかったのか。ま、そう慌てなさんだ。こっちだ。孫をことなき児童とは。あれ、どこに消えたんだ。ああいう仕組みのものって本当にできんのかな。お疲れ様です。おう、準備の方はどうだ。順調に進んでいます。そうか、そちらの方は。心配ない、俺の知り合いだ。ではどうぞ。みんな聞いてくれ。四将軍の一人であり、キメラ研究所の司令者でもあるガルワーノが西アルディアの白い家から逃げて今ロマリアにいるという情報が入った。本当ですか。ああ、確かな情報だ。詳しい所在は俺たちの仲間が調査している。トッシュ、調査していたと言ってください。あんたは。ガルワーノは今城壁内にあるキメラ研究所本部にいます。たった今私の情報に、ん、あ、私に届いたほやほやの情報ですよ。よっしゃ、ガルワーノとキメラ研究所本部まとめていただくのは今しかない。では最終打ち合わせをしますので、お二人ともこちらへどうぞ。ついてきな。ついてきなって言いながら俺に自由を。お、はいはい、俺たちの力を見せてやるぜ。ああ、この区が作戦会議室だ。この区でいつも当主とモーリスが話し合うのさ。はい、何もなかったかな。この服でもスパイ行動にもそろそろ飽きてるかな。ロマリアのやつを相手に早く暴れたいぜ。これ兵士同士だったらそんなに差はないんだろうか。どうだ、潜り込みそうか。このロマリアの周りには要塞都市と言っていいほどの守備が敷かれています。見てください、上空にも地上にも鉄壁と言えるほどの守備が敷かれています。力任せに突破しようとしても我々の人数では難しいでしょう。お前の持つ知恵で何とかできないのか。ただ一つ、ただ一つ、列車を通行している大トンネルならば侵入が可能かもしれません。
というが、あのトンネルも警戒が厳しいぜ。分かっています。しかしあそこを通る巨大列車をこちらに奪ってしまえば。そうか、列車を手にトンネルを抜けるってわけか。列車の中なら他に比べて幾分防御が手薄になっているはずです。奪い取った列車を使いトンネルを抜けさえすれば、キメラ研究所に潜入することも可能。さすがだぜモーリス。いやそれほどでも。話せ。なんだ。扉の部屋を探っていた怪しい少年を捕まえました。これ少年だったんだよね。何もしてないっつってんだろ。静かにさせろ。やっぱりいた。つけまってればレジスタンスの味でもできると信じてたよ。どうする。俺は絶対諦めないって言ったろ。好きにしろ、俺には関係ない。返してやんな。やった。モーリス、俺とシューで列車を偵察してくるから後を頼むぜ。わかりました。行くぜ。ああなあ、あんたがこのリーダーだろ。頼むからレジスタンスに入れてくれよな。絶対役立つからよ。いいだろな。勝手にしろ。待ってくれよ、俺も行くから。シュー、お前も準備しろよ。準備が整ったら出発するぜ。アジトを出た時はちゃんと連れてってくれよ。ロマリアトンネルを手伝いに行くんだろ。あそこは逃げ道が少ないから気をつけて行動してくれよ。偵察だからって今日の風にしっかりやってきてくれよ。敵を知り自分を知れば負けるわけがないって言うからな。結構みんな語るよね。時間が29分。今回はこんなもんでいいか。お通りください。お疲れ様です。まあ、ちょっとカットを入れてるからもうちょっとあんのかもしれないけど。トッシュとね、シューが結構年が近いはずなんだよね。シューは年齢不詳だけど、トッシュが24だか5ぐらいだから。あの風貌で24、5って言ってもあんたに興味があること言われてもちょっとね、違和感があるけどね、今になると。最近なんだか慌ただしいよ。知らない連中がうろつき回ってるからね。町の人みんなが、レジスタンスってわけではないみたいなんだね。昔は町ぐるみでやってんのかと思ったけど、そういうわけでもないらしい。じゃあ今回はこれでセーブしましょう。次回は巨大列車の偵察に行くという形になります。楽しみですね。じゃあ今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。